リュードルフィング家の家系図、リュードルフィング家は、中世ドイツにおいて国王を及び皇帝を務めた、ザクセン出身の諸公の家系である。オットー家、あるいは国王を世襲した家系として、ザクセン朝と呼ばれる。同家の子祖であるリュードルフは、東フランク王ルートビヒ2世により、王国東部辺境の防衛を委託され、844年ザクセン公とされた。 リュードルフの後を継いだブルンは880年にノルマン人との戦いで戦死したと伝えられている。ザクセン最大の勢力を持つ貴族として王家との隕石関係を背景に次第に領土を拡大し、旧世紀末にはハルツ北辺の地を本拠に独立した勢力を築き上げた。ブルンの弟で後を継いだ夫を危険行は、 国王アルヌルフの側近として国政にも関与し、カロリング朝断絶後に、コンラディン家のコンラート一世を新たな東、フランク王に推挙した。オットーの後を継いだ、ハインリヒ一世は、国王コンラート一世とは距離を置き、対スラブ人、対ノールマン人の防衛を独力で行っている。国王コンラート一世には、啓示がなく、百十八年、死の床で、コンラート一世は、 弟のフランケンコエーバーハルト3世に対して王国の分裂を防ぐために有力諸侯ハインリヒ一世を王位後継者とするよう遺言,言し、919年5月、ハインリヒ一世はフリッツラーにおいて国王に選出された。以降、リュードルフィング家がザクセン朝として王位を世襲。ハインリヒ一世の皇統一世からは、イタリア王と皇帝を兼ね1 2 4年に、 ハインリヒ2世が没するまで続いた。夫1世は、947年に、ルイトポルト家のバイエルン大公をベルトルトが死去した際、同家の男性相続権者をすべて排除し、弟のハインリヒの日が、大公アルヌルフの娘ユーディトであることを聞化として、ハインリヒに、バイエルン大公の地位を与えた。以降、ハインリヒの孫の皇帝ハインリヒ2世が、 日の弟ハインリヒ5世に授与するまで、バイエルン大公位は、同家が保持した。また、シュバーベン大公位についても、949年に、コンラディン家の大公ヘルマン一世が死去した際、ヘルマン一世の一人娘、イーダの夫であった長子、リュードルフに与えている。一方、同家が、もともと保持していたザクセンについては、936年以降、 東部辺境領の統治を委託していた、ビルング家に授けられている。1024年7月13日、皇帝ハインリヒ2世が死死なく没し同家は断絶した。夫を一世の娘リュートガルトの彦にあたるザーリア、家のコンラート2世が国王として即位し、ザーリア朝を開いた。ありがとうございます。